のお姉さん五十嵐美希です。そしてアナヒコです。よろしくお願いします。先生、はい、さてさて今日は何をやるのかな。今日は、うん、今話題の科学技術、ほう、トイドローンで遊びたいと思います。トイドローン、トイドローン、発音いいわ。もう何何何、先生それを初めて見た。なんだ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 。どうもドローン次郎です。いや普通にアナ次郎で声普通に。お兄ちゃん今日も呼んじゃってごめんね。いやいや何なんですか。いやちょっと待って、その口からなんか緑色の液が出てるけど何それ。オイルですよ。オイル漏れちゃった。あなた方が入れすぎたんですよ。あ、すいませんすいません。アンドロイドですよ私。アンドロイドです。エネルギーを入れすぎると出ちゃうんですね。わかりました。オイルショック。ということで先生今のは置いといて、今なんか違うのも出てきた。違うのも出てきたね。違うオイルも。汚い。汚いっておかしいです。リアルに汚いって言わないから。で先生、はい、そのトイドローンを使って遊ぶっていうことは、そうなんですよ。このトイドローンを使いたいんですけど、はい、私もよくわからないので、うん、今日はドローンに詳しい方をお呼びしました。ALI テクノロジーズの中村さんです。わあ、お願いします。中村さん別品じゃないですか。普通に喋れ。これ忘れてる。話と違うって。そんなのいいんだよ。中村さんよろしくお願いします。ということでドローンを、そうですね、はい、今日は中村さんに教えていただきながら、はい、私たちも飛ばしてみようかなと思います。はい、じゃあプロなんですね。プロです。言い切りました。すごいアウトっていきましたね今。じゃあせっかくだから早速飛ばしてみたいですね。そうですね、はい、みんなでやってみましょう。はい、レッツサイエンス。ドローン、ドローンって違う違う違う、ドローンじゃないから、そっちじゃない。第1回ミキラボドローンレース選手権。イエーイ。あー、ちょっと待ってください。イエーイ。ということでルールの説明をさせていただきます。ドローンを使って障害物を乗り越えてタイムレースをするということになるんですけれども、ドローンについて中村さんちょっとご説明お願いしてよろしいでしょうか。お願いします。はい、分かりました。まずはですね、はい、ドローンのスイッチとこちらプロポ送信機のスイッチを入れます。こうしてですね、このドローンとプロポを水平方向に保つとつながるんですね。へえ、つながるってどういうこと。これあれですね、無線ですよね。そうなんです。無線ない、無線の線って書いて無線。そっちそっちじゃない。そっちそっちしか馴染みがないからね。お兄ちゃんはね、ごめんね。ないに線。あ、ないに線ね。ないに線でつなぐじゃないですか。再線の線じゃないの。もう分かってる、しつこいわ。普通はね、線で有線だけど、はい、線がないので無線で今つながっている。へえ、すごく簡単ですねこれね。あっという間につながっちゃいます ね。こちらのつながったドローンを回してみます。はいはい、テイクオフ。テイクオフ。おすごい、すごい、すごい、めちゃめちゃすごい。めっちゃ飛んだ。これ何で浮くの今。これは揚力で今浮いているかってね。あの飛行機と一緒ってこと。そうです。このプロペラが回ることによって、はいはいはい、プロペラの上と下の圧力差ができます。これによって今浮いています。だからヘリコプターと一緒ってことですか。そうです。へぇ、すごいじゃん。ドローンは4枚プロペラがありますね。すげぇ、かっこいい。すごいすごい、ね、ここでですね、今回はね、はいはい、プロポを設定してるんですけれども、はい、私の場合こっち側に向かって左側のコントローラーを回すと、はい、これなんでこんないろいろできるの。これは今4枚プロペラがありますよね。はい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 、それぞれの回転数を変えることによって移動ができるんです。じゃあ回転数変えてるんだ。そうそう、でも1つの操作で変えることができる。めちゃめちゃすごいね、これかっこいい。すごい。あ、でこれ前がカメラついてるんだ。はい、めっちゃ楽しそう。うおお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 お
いや分かって分かって中村さん説明していただいたんだから。じゃあせっかくなんで、はい、早速始めてみましょうか。はい、それではルールの説明をします、はい、スタートしてから2つの障害物をぐるっと2周していただいてまたスタート地点に戻るタイムを競いたいと思います。うわちょっと穴彦さん、はい、もう一人の人誰ですか。いやちょっとあの急遽ね呼んだんで僕も分かってないんですけど、はい、なんかものすごい人なんかいる、はい、まあそこはあのそっとしておいてもらっていいですかね。そこは、はい、で障害物の一つに穴彦私いるんですけど、はい、当たった場合はプラス30秒とさせていただきますという、これはシビアにいかせていただきますね。これ血とか出ないですよね。そうですね、あの緑色のオイルがちょっと口から僕も出てるんでそこら辺は足からずということでということで、はい、早速やっていただきましょう。まず1番手は中村さんにお願いしましょうか。中村さん意気込みだけ一言お願いします。はい、会社の名にかけて精一杯頑張ります。お願いします。ちょっと待ってください、背負ってるものがでかいですね自分にプレッシャーを与えます49秒ということで、これは相当早かったんじゃないでしょうか。いや早い分かんないです。でもこれが基準ですもんね、はい、あれ中村さん、はい、どうでした、やってみて。いやちょっと難しかったんですけど、もうちょっと早くやりたかったですけど。いやでもだいぶ素晴らしかったと思いますけど、はいはい、ありがとうございます。でも最後の着地がすごいうまくいきました。いやめっちゃやっぱりプロですよ。ということで中村さんの記録は49秒ということで、わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは2番手は五十嵐美樹先生です。意気込みの方どうぞ。ミキラボの名にかけて頑張ります。お願いします。本当ですか。本当ですか。先生自信のほどは。自信はまあそうですね、ありますね。お自信しかないみたいなこと言ってますけどねすごい。どうですかこういう子は。でも五十嵐さんね絶対上手だと思うんですね。なんで味方になるの、うん、でもね2人ともあのプレッシャーすごい与えてるんでこれね、まあ、心理作戦はこれ成功ということでじゃあ先生準備の方よろしいでしょうか。そうですよ。すごい汗やばい。ぜひとも頼みますよ。頑張ってくださいね。それでいきます、よーいスタート。終了。よーい先生、先生、先生、まあなんだろうな笑いの1ページ目かな笑いの教科書1ページ目なんだけどね無残な姿にちょっと一旦救出してあげてもらっていいですか、はい、一旦救出。どういうことですか。いやびっくりしたのはこっちの方ですね。テイクオフが全くないよ。テイクオフ入ってもちょっと一旦調節していただいて。そうですね、これじゃあ先生のせいじゃないってことですね。一旦中村調整ミスってことでいいですね、はい、いいですけどこれで。うわ最後逆切れてる逆切れ。あいいですけど見平ぼの何かけてって冠があったのに、あもういいですみたいな。もう終わり。早い準備の方よろしいでしょうか。はい頑張ります。それでいきます、よーいスタート。テイクオフ。あいいね、うん、右。おおこれやね、ちょっとコツ、そうそうコツつかんですよ。多少ね大雑把なところのが五十嵐先生のあれが素が出てますけどね。いいとこなんですよ、ね、いいとこでもありね、はい、こういう時には悪い時もありますよ。おおうまいうまいうまい、はい、1周経過、はい2周目入りました。あどうしよう、どこに。いや非常に速いですよ、ペースはいいですよ、あいいですよいいですよ、すごい。ああ先生いいいい、スレスレのところ、これはいい。ここだよね、穴彦の後ろに
隠れるゲームじゃないですよ。隠れるゲームじゃないです。出てきた出てきた出てきた。感じない。いや邪魔じゃん。邪魔邪魔って。僕ただ立ってるだけじゃないですか。でももうあとちょっとです。あとちょっとあとちょっとさあ最後の第4コーナー入った入った入った。来た。あここからですね。さあラスト。ここの着陸慎重に。おおおお。お。うまい。残念。ということで一旦残念でしたけど、はい、一旦ここでゴールということで、はい、記録は1分5秒ということで、はい、いやでもだいぶ順調でしたけどね。はい、これあれ花次郎お兄ちゃん、はいはいはい、最後の着陸はどうでした。これもう下手くそです。下手くそで下手くそいただきました。下手くそはありませんよね。本当に先生、はい、これやってみて感想はどうでした。邪魔なんだよね。そういうルール。ずーっと隠れてました。そうそう、ずーっと全然ひょっこりしなかったからもうびっくりしました。難しかったです。難しかったです。ちゃんと操作はできたのでよかったかなと思います。確かに。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、はい、ラストということで穴次郎お兄ちゃんが出てまいりました。任してください。意気込みの方よろしくお願いします。どうでしょう。あのもうですね、これはもう一番でいきますから、ナンバーワン狙ってますから。はい、もうあの秒数分かってますから私。はい、49秒と1分05秒。はい、30秒でいってやるんじゃないですか。おー、大きく出ましたね。あ、すいません、自信があるってことでいいんですね。そりゃそうですよ、もうオイル漏れしてるくらいですから、ね、そうですね。じゃあ始めますよ。はい、それではいきます。本当に大丈夫。何ですかその振りは。いやいや本当に大丈夫って。一応30秒ということでこちら見させていただきます。はいはいはい、よし行きましょう。やってやるんじゃねえかよ。お、その今こうジャッキアップしたんでこれで調子出ると思いますんで。あ、それではいきます。はい、よーいスタート。さあ順調です。わ、すごいですね。おっと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 、おー、じゃあいいですよ、いい穴次郎お兄ちゃんいいですよ。さあどこ行っちゃう、どこ行っちゃう。そ、しょ、そ、そ、そ、おー、いいです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 。わー、ダッシュ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 。さあ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 頑張れ頑張れ、そう、いける、いける、いける、繋いだ、繋いだ、繋いだ、今、はい、おー、しゃしゃしゃ、おー、早い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 、すごいすごい、おー、おー、ダッシュ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 。さあ落下は2回までですよ。落下は2回までですよ。さあ後がないですよ。さあこっち来た。はい、一旦ストップということで。違うんですよ。違くないんですよ。何にも違くないんですよ。だからやるんかい、まだ。真剣な眼差し。はいはい。ああ、慣れた慣れたな。スムーズですね。はい。おー、いいですね。あーねー。はい、一旦止めまーす。あ、一回取れちゃった。取れちゃいましたね。ここ悲しい音楽流しときたいですね。確かに。ピアノだけで。結果発表ということで、一人なんかドキドキ勘違いしてる人いますけども、栄光の第1位は49秒中村さんということで、おめでとうございます。さすがです、中村さん。はい、社のね命運を握ってましたけれども、さすがでした。それしました、はい、おめでとうございます。あんだけねでかい口叩いてね2人でね、はい、30秒切ったもんね。会社の何にかけてとか言っといて、ね、どうも名前聞いてすいませんでした。いや楽しかったですね先生。とっても楽しかったです、はい、ね、操縦がすごく簡単で、ね、今回私初めてやったんですけども、うん、ね、ちゃんと飛ばすことできましたし、どうでしたか？これ、いや、
操作はめちゃめちゃ簡単ですね。だから、うん、あとは複雑なね動きをねマスターしていけばね、なるほど、どんどん俺上達していくんじゃないかと思って、自分が怖くなっちゃってさ。いやでも本当にそう思ったんだよね。そう思った、そう思ったとかして、そう思った。でもこれすごく軽くって、ドローンっていうとなんか大きいイメージあるんですが、それがすごく今手のひらサイズもこんな軽いのが本当ですね。痛くないし、うん、ね、すごく安全に遊べるので、そうそう、体にもいいから。それはないですね。でも軽くてね、本当高性能で、うん、しかも頑丈です。あんだけ落ちてもすぐ、あんだけ俺らが落としても壊れない、すぐにまた飛び直しましたからね。そう、まさに不死鳥ですね、はい、おお。どういうことですか。いやいや、すぐ蘇るってことで、不死鳥、読んで字のそのままですわ。ということでこれちょっとね、遊ぶ時にね注意点があるんですよね、うん、そうです、はいはいはい、もう本来ドローンを飛ばすには航空法という法律を規制されているんですけれども、うん、はい、なるほど、飛行はその航空法に触れないので、うん、安全に皆さんで楽しんでいただける、はい、それはいいこと聞きましたね。そうなんです、いいこと聞いた、はい、買ってきて、うん、お家とかに飛ばすことは全然大丈夫。そうですね、はい、ちなみにこれお高いんでしょ。まあそんなこと、穴次郎お兄ちゃんいくらぐらいすると思う。10万ぐらいかな。あ、まあね、高性能ですしね。中村さん、これはいかがでしょう。まあ、大体1万5000ぐらいで。だとだとだ、じゃあなんで10って言った。安い、安いですね。めちゃめちゃ安い、お手頃ですね。そう、すごい。これだから家族でさ買ってさ、みんなでさワイワイできるからさ、はい、そうそうそう、家の中でもできるからさ、レースとかも、そうだね、危なくないからね、家の中だとね。そうそうそう、あとはその国内海外でもこういうドローンレースっていうのが本当にあるんですよね、うん、はいはい、ね、はい、だからそこに向けて皆さん練習して、練習を、うん、はい、ね、そこで腕試しするのもいいかもしれない、ね、絶対そうです、はい。ドローンレースのいいところは、もうお年寄りから子供まで幅広い世代で同じステージでできるというところが、確かに、なるほどなるほど、ぜひ皆さん今日からでも練習していただいて、そう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 、はい、ドローンレースに参加していただければと思います。わあ、いいですね。いや、本当楽しかったですね。ちょっと練習しましょうかね、うん、はい、今日は楽しかったですね。そうですね、中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。このトイドローン、ぜひ皆さんも遊んでみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。